CH2020 今週もお付き合いいただきありがとうございました。さあ今日は最近見つけた良かったものでねトークしたんですけれども、番組終わってからあこれもいいなっていうのを思い出して今日はその話をしようかなと思います。今日ね私ピンをつけてるんですけれども、これ妹がねプレゼントしてくれたんですよ。なんか今までこういうなんて言うんだろうな、キンキラキンのピンとか、まあアラサーなのでつけていいかなとか、ちょっと若作りっぽく見えないかなとか思ってどう思うなんていう話を妹にしてたんですけれども、こっそり買ってきてくれたみたいで、どうぞっていう風にねプレゼントしてくれて、これとかもすごいおしゃれで、また別売りみたいなんですけど、これとこれを組み合わせてつけると可愛いよと言われて、あそうなんだと思ってちょっと今日はねつけてきました。どうでしょうか。ピンをつけた髪型に合う服装とかもあるっていう話をしたら、今日私の手持ちの服を組み合わせてこういう服にすればきっと合うよみたいなのもね言ってくれて、この中のインナーのニットの色とこのピンの色とかがなんか合うからきっと合うはずだよっていう風にコーディネートしてくれました。どうでしょうか、見えるかななのでね、この春夏はというか普通に秋もいいと思うんですけど、ちょっとピンを活用したヘアアレンジとかもねやっていこうかなと思いますので、楽しみが増えています。皆さんもね良かったものとかあったら教えていただければなと思います。今週もお付き合いいただきありがとうございました。来週も CH2020 どうぞお楽しみに。バイバイ。